ジャンボの愉快な旅クラブ、旅は人生を豊かにするジャンボツアーズの提供でお送りします。さあジャンボさん、私も行きたくなる素敵なツアーを。一番行きたくなってるでしょう。そうなんですよ。ナナちゃんお友達がベルギーのブラッセルというところに行けるんで、はい、個人的にもあそこのブラッセルにしょっちゅう行ってるということなんですが、はい、今回もクリスマスシーズンに向けて、はい、11月29日から12月22日のご出発の中で4本ありまして、はい、KLM オランダ航空で行きますので、はい、沖縄から福岡、はい、福岡からノンストップでアムステルダムスキポール空港まで10時間40分で行っちゃいます、はい、楽ですね。さあその日は到着したらなんと3時30分ごろに着きますので、はい、その後そう1時間半2時間には夕暮れ時に美しくライトアップされたアムステルダムダム広場とかいろんなアムステルダムの景色を、はい、楽しみながらホテルへ、はい、翌日アムステルダムの市内観光にご案内します。国立美術館をたっぷり見ていただいて、はい、さあ世界遺産の17世紀の運河地区のエリアをご案内します、はい、そしてこの辺りを見ていただいた後、世界遺産のまだ19の風車群のあるキンデルダイクの風車群、はい、さあフランダースの犬の舞台で有名になりました、はい、アントワープ、そして、聖母大聖堂を見ていただいてアントワープのクリスマスマーケット、はい、そしてブルージュに泊まっていただいて翌日はブルージュの世界遺産の数々、はい、そしてブルージュのクリスマスマーケット、はい、ゲントの方に行きまして世界遺産のゲントの鐘楼、そしてブリュッセルの方に行きまして、はい、奈々ちゃんブリュッセルだったら奈々ちゃんが喋れる通り、はい、世界遺産のあのとっても素晴らしい、ね、はい、グランプラスという広場のところに視聴者とかいろんなところがライトアップされてますが、はいはい、ここでのクリスマスマーケット、はい、そして、オランダ、ベルギーといったらやっぱり締めくくりはドイツ、はい、おー、はい、さあドイツの方に行きましてドイツのケルンで、はい、世界最大のゴシックのケルンの大聖堂、はい、これぞゴシックだなという建築の美学を楽しんでいただいて、はい、アムステルダムからまた KLM で帰ってくる6日間のツアーなんですが、はい、99,800円から。すごいですよね。今回もう1コースありまして、はい、トルコを8日間で、はい、空の5つ星カタール航空に乗っていただきまして、はい、アンカラから入ってイスタンブールから帰るコースで、はい、たったっぷり4つの世界遺産をたっぷり観光していただいて、はい、泊まるホテルが全て5つ星のデラックスホテルにご用意して、はい、沖縄から全食事全観光つけまして 79,800円ご用意しました。そしてもう一つはクリスマスの時にクリスマスマーケットを5つたっぷり見て、はい、素敵ですよ。オランダから始まってベルギー、おとぎの世界ですね、うん、そしてケルンの大聖堂で仕上げて6日間で回るコースと、どっち選ぶ？どうしよう、迷っちゃう。さあこの2コース、はい、自信を持ってご用意しました。行きましょう。この番組はジャンボツアーズの提供でお送りしました。また来週。また来週。ジャンボさん来週は何も関係ないけど僕の誕生日、え、50代最後59歳の誕生日でございました